ガーシーズぶっつぶせ俺平和主義だからあんまやんないそういうの、うん、やられたらやるよ100倍100やられてたなそういえば嘘あれ何あれ原因が俺ふざけんなバカ原因俺だけねえだろ解散のあのグループっていうもんはエコひいきしなきゃ売れないんだよ一人ずつ売っていくんだよガーシーとコラボ全然してもいいよガーシーとコラボ見たいじゃあさやってもいいけどガーシーと俺が対談して審査員が天地武とは青汁と朝倉未来君とかで審査員やってもらいながらどっちが正しいかとかやりたいね伊藤千秋さんと付き合ってたんじゃねえよ可愛がってたんだよ宇野美沙子の YouTube とコラボしてください嫌ですなぜならばガーシーによると宇野美沙子と浦田と与えともう一人がガーシーの店で俺が千秋を可愛がりすぎていると言って文句を言ったとそういうことを言っていたということを聞いたんでもうこの4人とは僕は口も聞きたくございませんそれが悪いのは俺じゃないですガーシーが悪いんですだってガーシーは本当のことを言ってんだろじゃあ本当じゃんだから俺昨日浦田に電話したんだよ12時頃20回ぐらい鳴したけど出やしない面白くない時効だよもう冗談だよ冗談も面白く言うのもエンターテインメントって言うんだよ直哉逃げてない逃げてない全然多分寝てただけそんなやつじゃない、うん、宇野ちゃんもいいやつ、うん、全然やるよ浦田と宇野とアタイオンで対談しながら千秋も呼ぶのめんどくさくねいやまあみんなプロだからそれなりにやるだろうけど一人一人でね話した方がおもろいこといっぱい出てくるから